募集の要件の中には入らないということでございます、うん、それからその発電で使った水はまた水道で使うかということでございますが、あの発電で使った水をまたあの、まあ、あのダムから浄水場の手前で発電しますので、うん、それから今度また浄水場の方で水の浄水処理をしてまたあの使うということになります。それから池田議員の今まであった、まあ、障害といいますか、それはどういうふうにまあクリアしたかということですが、その水力発電に今までのいろいろの、あの例えば水利権だとか、その東北電力、東京電力とのその、系統連携ですね、系統連携とか、それから固定価格改定制度の、その制度の認定、登録ですね、その辺が、特に水利権もそうですが、今度、今までは今までよりその規制が緩和されて、その届け出をすれば1ヶ月程度でそのできるようになったという、うん、それから総区電力の系統連携につきましても今までよりその規制が緩和されたということで、まあ、そのある程度なかなかできなかったというところも緩和されたことで、まあ、できるようになったということもあります。以上です。役員、今の説明でその、種から持ってくるね、導水管は700だったと思うんだけども、それをその全量使うみたいなイメージで今説明を聞いたんですけれども、私は今までその、来てる缶をねバイパスして一部を使う利用するんだろうという思い勝手に思ってたんですが、全量使うわけですか。 その辺をちょっと聞かせてください。浄水課長、丹下ダム、それから赤岩ダムの関係、まあ、丹下ダムからジャバミの審査を経て浄水場に来ているルート、それから赤岩ダムから直接浄水場に来ているルート、それからまた三角四角もジャバミからまた来ているルート、まあ三ルートはあるわけでございますが、今回は赤岩ダムから丹下のダムのところに一旦接合成というところがありまして、あと一旦開放して、そこから直接赤坂山浄水場まで来ているルートを使用して、その浄水力発電を実施したいというふうに。全量使うわけ、その赤岩からのルートを全量使って、やりたいということです。さっき資料請求したけれども、そういうことをその想定したその基本計画というか、になってるわけでしょ。そうすると発電機のタイプなんかももう検討ができてる、そういう状態だというふうに理解すればいいですか。まあ後で委員長から、まあ、資料ということでお願いしようと思っていますが、 お願いしましたけども、その辺少し口頭で説明ください。浄水課長、発電のタイプということですが、まあ、うちの方では詳細基本設計では各メーカーからヒアリングをさせていただきまして、どういうタイプのものを使うかということは当然、まあ、基本設計の中では検討しておりますが、またこれから、まあ、公募して提案していただくということですので、必ずしもその基本設計の中のものが使用されるかどうかというのは公募で、またその提案していただいたもので、まあ、それがその基本設計でやったものと一緒になるかというのはちょっと今の段階では、まあ、はっきり、まあ、大体一緒になる可能性が高いと思うんですけども、それははっきりした言えないようにで、やべえ。じゃあその今一応基本設計でやったのっていうのが、
どういうタイプですか。例えばスクリュー式とか、いわゆる普通の水車を回すっていうような形とか、まあ、あるわけですが、どういうタイプを基本設計の中では考えられたんですか。浄水課長、うちの方で今ほどヒアリングをして、やったということですが、水車の形式としてはポンプ逆転水車ということで今考えています。局長、はい、今、まあ、女性課長の方が申し上げましたが、まあ、あくまでその我々の方で、まあ、基本設計の中で、まあ、一水庫に、まあ、委託しまして、いろいろ、まあ、業者と、まあ、やり専門の業者とやり取りした中で、まあ、やっぱり水圧が高いということで特殊性があるということでですね、まあ、限定されると。でその中で、まあ、あまり指定をしちゃうと、まあ、業者は決まってしまうみたいなところもあるので、我々としては、まあ、できるだけ、まあ、収益も上がるようにですね、まあ、いろんな業者が入ってこれるようにということで限定もできるだけしないということで、まあ、ただ、今六角の方の導水管を使って、まあ、電量を、まあ、できるだけ使って発電量は多くしてということで、まあ、そういう意味でもこれから高度処理になれば、まあ、安定して使えるのかなというのもあるんですけども、まあ、今のところはやっぱり六角と今のジャマミから そのルートと分けてこう使わないと、まあ、選択取水をしているというところがありまして、うん、それも一つの条件にして、まあ、必ず今100キロワット平均ということでございますけども、まあ、それができるかどうかというのもですね、まあ、その水質の問題があって、うん、まあ、夏になるとちょっとまあ量的には変わるよということの条件に入れながらですね、まあ、これから工房をかけて、まあ、いろんなタイプのものが入ってくる予定ではございますが、まあ、いずれにしてもその導水管から一旦分岐をして、まあ、インラインといいますかね、できるだけ私どもの水道に影響がないものを、いろいろ考えてはいたんですが、どうしてもやっぱり、インラインということでそのラインを使った中でやらなきゃダメだと、それしか、まあ、方法がないということで、今まで課題であったのは、水道を、まあ、水道にですね、影響がないような発電方法はないかということで、まあ、考えてきたところではあるんですが、まあ、とはいえやっぱり、まあ、電気のその固定買取制度の、まあ、我々がやった中ではやっぱり浄水場は今本当に電気を使わないシステムになってまして、これはいいシステムですねということで、まあ、業者もコンサルも言ってたんですけども、なかなか焼却できないということで固定買取制度をやれば、まあ、できるだけその使った場合にはこのぐらい、まあ、平均的に使うとこのぐらいの収益があるでしょうということの中で、まあ私どもが選定したと。で私どもがやっても、まあ、業者がやっても、まあ、今 その基本設計の中でございますけれども、金額的には同じぐらいの収益があるということですので、まあ、やっぱり業者の方に専門、どうしてもやっぱり専門になってくるということなもんですから、まあ、これ任した方がいいだろうと。でいろいろまあ調べてみますと、他の近年やってるところも、高崎ですとか、まあ、いろんなところ、千葉ですとか、まあ、もう行ってきてですね、まあ、情報を、まあ、知れてきたところでございますけども、まあ、やっぱり自分のところでやるには、まあ、やっぱりちょっと限界といいますか、まあ、そういったまた職員も固定するようなことになってしまうこともあるので、でまあ、それも20年という、まあ、一つの区切りもあるということで、まあ、業者に任せた方が、まあ、ベストなんじゃないかという結論になって、まあ、これを提案しているということでございます。まあ、何分公募のところもあるもんですから、あまりこうちょっと限定をすると問題があるかなということで、ちょっと資料出し惜しみみたいなことがあって大変申し訳ございませんが、まあ、ご理解をしていただきたいと思います。矢部委員、セキュリティのことでちょっと聞きますが、いわゆる浄水施設なわけですが、そのいわゆるそのちょっと先走りみたいで悪いんだけども、そのできた暁にはですね、その浄水場等 のセキュリティをどういうふうにするのか、もっと俗な言葉で言えば、誰もがそのいわゆるそのエネルギーの
ね、再利用というかその多様化の一つですから、誰もがそのそばに見れるというあの形に私はすべきだと思うんですが、セキュリティの問題が あるわけでね、浄水場なもんだから、その辺はどういうふうに考えておられる。浄水課長、まあ、セキュリティ、今もあの玄関あの門のところは、うん、あの出頭施錠して、あのテレビカメラで監視しております、うん、あの今後、まあ、小水力発電で、まあ、見学と、まあ、今もあの小学生とか、まあ、年間で約3000人ほどは見学に訪れて来ていただいておりますが、あの、まあ、小水力発電ができてからも、まあ、見学ということは一人でですね、取られると思いますが、それも今まで通り、うん、あの出頭管理をして、うん、そこで、まあ、見学していただくということで、うん、まあ、セキュリティ関係につきましては、まあ、今まで通りやらせていただこうということで考えております。わかりました。今の件は、はい、はいはい、関連の笠原副委員長、はい、まあ、今の矢部さんの質問関連するといえばするんですけども、まあ、業者に財産を任せる中 で、まあ、視察とかも多分今これからも受けていくということなんですけども、まあ、こういうのはあの広く多分知ってもらった方がいいと思うんですけども、あの視察とかね、よその、まあ、市なり町なりそういうのも、まあ、視察に来たいというところもあるかとは思うんですが、そういうのをまあ受け入れたりして、あの視察を受けることによって、まあ、収入も出てくるんじゃないかと思うんですけども、そういうふうな考えはあるのかないのか。よくあのそういう言いますかね、消費力発電とかあの行っているところは視察をどんどん受け入れて、まあ、それを、うん、こう宣伝しながらっていうのもあると思うんですけども、そういう考えはありますでしょうか。浄水課長。浄水課長、まあ、先ほど申しました、今あの約3000人ほどは今あの小学部小水力発電ができればですね、まあ、そういう、あの視察にしたいということで、あの受け入れて、受け入れて来ていただくのは、まあ、大歓迎でございまして、あの今、これからあのさっき申し上げたあの耐震化の関連とも関わりますが、水質検査数の増殖に伴いまして、事務室もちょっと移転をさせていただくというお話をさせていただきましたが、そして、まあ、今までの事務室のところをですね、一部この、まあ、あの書類の書庫とそれから一部この PR 用の、まあ、展示コーナーというか、まあ、説明する場所というようなところも今考えておりまして、まあ、多くの皆さんから来ていただく、まあ、当然ホームページとかそういうところでまた公表してですね、報告していきたいというふうに思っています。今の件ですか。うん、今、はい、あ、いい、この件なんです。はい、どうぞ。すいません、ちょっとあのもう一度確認させてください。ここにあの実施時期ということでですね、26年度中に発電業者を決めるということで、まあ、工事を実施し、なおかつ27年度中に発電を開始するということなんですが、まあ、今の局長の話を聞くとだいぶこうなんかこうまとまっているように聞き取れるんですが、具体的なタイムスケジュールですね、まあ、26年度中ということになると、まあ、大体決まってないかと思うんですけど、分かる範囲でちょっと一緒に答弁お願いします。浄水課長。タイムスケジュールでございますが、まあ、この26年4月にですね、広告をさせていただいて、広告を開始したいと思っております。それから、まあ、今の予定ですと、5月の下旬頃に、その候補者を決定をさせていただいて、それから、まあ、その事業者の方で、いろいろな、まあ、申請の手続きやら、設計やらし、その水車の設計、あの形成制作までにですね、約1年程度かかるということでございます。で、最終的に発電の開始までに、あの開始はですね、
27年中ということになっておりますが、まあ、10月ごろを、まあ、目処にして、発言を開始したいと。今の、現在での、まあ、予定としては、非常に考えております。先ほど矢部委員の方から資料請求の話がございましたけれども、基本設計の範囲内という資料になろうかと思いますが、資料の提出は可能ですか。資料については提出できますので、はい。じゃあよろしくお願いいたします。はい、局長。先ほど奥原委員からお話があったその、まあ、宣伝をして、まあ、利益にならないかというお話ですが、まあ、私どもとしては場所を貸して、まあ、支払いということでもらうような状況でございますので、そのものの宣伝をしてっていうことはちょっと私どもはできないので、まあ、その入ってる業者がですね、まあ、どういう形でやるかというのはあるかと思いますけども、まあ、それこそ今ちょっとお話がありましたけど、資料代ぐらいをですね、来た方に資料代をもらうぐらいのものはあるかもしれませんけども、まあ、それによって収益が上がるということは考えておりません。加藤委員。すみません、先ほどから説明を受けて制度の改正による影響があるというふうに伺っていて、それもそうなのかなと思いながらこう見てるんですけども、ですね、その有収水量ですかが前年度と比べて26年度は少し、まあ、落ちると、いうことと、それからその薬品費が逆に、まあ、少し上がると。で、まあ、水道ですから、まあ、飲み水使うことが一般的に、まあ、考えられますけれども、もちろん水道法に基づいた過末水、試薬を入れればちゃんと残留塩素があるということで、そういった試薬を使うのは理解してますし、安全なものと思ってますけれども、使用量が増えるということは、そういうことが、もしこれ、いや、制度改正によるものだよということであれば、そうですかで納得しますけれども、絶対量が増えていくということであれば、その原因は何かというふうに、まあ、もしかすると、そうせざるを得ない理由があるのかなというふうに、お聞きをしておきたいと思います。計画課長。はい、優秀水量につきましては、なかなか、なすみたいに増えますということが言えない状態で、まだまだ、設置施行が続いておりますので、ご家庭の実績を見まして、これほどにということで、計画課長はございます。なお、その薬品費でございますが、どちらかというと、単価が上がっているという、そういうものになります。それから、まあ、全体的に言えるところですが、いわゆる消費税は 8% で計算をして、予算を組んでございます。はい、あと、それでは実は私が心配したのは、水道の元になる水が少しこう良くないのかなというふうに思いましたので質問させていただきました。安心しました。矢部委員。はい、この浄水処理のことでちょっと お聞かせください。まあ、意外だったんですよ、町長の処理を見せてもらってね。というのはダム本体の改良を前にね、攪拌したり、その活性炭入れたりということをやってきたわけですが、このクジラ並みの工事の上にですね、こういう施設を作るというのは、まあ、意外に思っているんですが、こういう方法を取ったその、経過というか、どういうふうにしたのかというか、それからさっきの話にあったように、ダム、丹根からはですね、いわゆる3本に向けて導水しているわけでしょう。で、そういうのにこう1箇所だけっていうのは、どういうふうな考えでこういうふうになったのかというあたり、少し説明してください。
浄水課長。浄水課長。高知ダムの上流の蛇神沈作付近ということで、まあ、設置場所を選定した理由といいますか、うん、なぜここへか、そこを選定したかということでございますが、うん、この動画で委員がおっしゃいましたように、丹下からの赤いワルート、それから丹下ダムからの蛇神のルートと、それから五角ですね、それから三四角と、三本のルート、三本の導水管がちょうどそこのところで3本並んで、一緒に入っているということも一つの理由ですし、それから浄水場でその活性炭を注入してもその接触時間が非常に、まあ、制限されて短いということで、蛇神から浄水場まで来る間にですね、活性炭でそのこのカリシウム質とよく接触をしてその除去するという除去効果が非常に、まあ、滞留時間があることによって効果が出るというところで、蛇神沈作付近を選定させていただきます。はい、分かりました。もうこれまた、まあ、4億5000万で概念事業費ということなんですが、これ、まあ、活性炭を、まあ、流し込んでまた回収しているということで、まあ、維持管理費というか、まあ、活性炭をまた次という、まあ、購入というのかしなきゃいけないでしょうから、まあ、これを設置することによって維持費的には今後どういうふうになっていくのか分かりましたか。浄水課長。高度処理によってその今後の維持管理費はどのぐらいかかるかということでございます。まあ、今現在そのカビ臭が発生する時期というのは大体、まあ、先ほど申し上げましたように夏から秋にかけて、まあ、1ヶ月から3ヶ月程度の期間が今までの傾向でございます。それで、まあ、今ほどお話がありました活性炭、これ自体がですね、まあ、一番お金がかかるわけです。それで、まあ、一応うちの方で年間の維持管理費ということで、まあ、発生するその3ヶ月間、ね、1年間に、まあ、3ヶ月間を限定してですね、維持管理費を想定、試算をいたしますと、大体、まあ、3200万円ほどかかります。そのうちの活性炭の購入費が、まあ、2700万円、あとは、まあ、電気代とその点検、機械の点検代というぐらいなんですが、それを、まあ、まあ、1日の、まあ、平均 その水道使用量、まあ、大体38,000円1立方としまして、1立方あたり約 9.6 円程度の、まあ、費用がかかるということになります。まあ、今は3ヶ月間という限定で日産をしたものでございます。大体そのぐらいの費用ということで、ですね、赤坂山浄水場の、本館の耐震補強工事にと合わせて、まあ、実施するその、増築の工事をしたいということのご説明があったんですが、まあ、検査項目も増えたというようなことで、非常に今のままの施設だと、まあ、その業務にこう支障をきたすようになっているっていうことだと思うんですが、その辺 その、検査項目がどのようなその、まあ、変
線というか、をたどってきたのかとかですね、それによって、まあ、設置するその機械等も台数を増やしていかなければいけなくなったというような事情もあったのかなというふうに推測するんですが、その辺のこう経緯といいますかですね、検査項目の増加とその施設が手狭になってきたというその現状ですかね、その辺についてもうちょっとこう分かりやすくご説明いただけますかね。浄水課長。浄水課長。先ほど昭和63、61年に水質検査室を作って、それからですね、平成6年頃にはですね、水質項目が26項目程度でありましたが、今水質項目は50項目増えておりまして、その検査機器の数もですね、ちょっと今資料を持ってきたんですが、まあ、数でも相当増えているということで、まあ、同じ部屋で、その今までは1台で、その水質検査ができたんですが、その狭い部屋で2台の検査機器を置いて、検査をしているんですが、まあ、狭いためにですね、同時にその機器の検査ができないというような状況でございまして、まあ、非常にその先ほど申し上げました支障というか、まあ、検査が実測でできないということで、今はちょっと苦労しているようでして、まあ、すいません、以前は先ほど申しました26項目で、平成5年に、46項目に変わって、平成26年に50項目ということで、まあ、検査の接種検査の方を設定ということになっています。それで、まあ、水道、日本水道協会が出しているその標準的な施設検査室の大きさというのがあるんですが、まあ、それに比べてもですね、まあ、非常に狭いということで、標準のこの面積までは取れないんですが、そのぐらいの大きさに拡張というか増築をさせていただきたいというふうに今考えています。はい、一丁、はい、ありがとうございました。ですね、まあ、検査項目も2倍くらいに増えているということでですね、そういったまあ検査に対応していただいていて、今回の一般質問で加藤議員がこの水道についても質問されておられましたけれども、水道 GLP というものを、ね、取得されたということで、非常に、まあ優れた成果を上げられているんだなというふうに認識しているんですが、まあ、そういったその日々その欠かすことのできない検査を行いながら、まあ工事を行うということでですね、まあ、その支障をきたさないように工事を行うために、まあ、継続費も3年間ということでちょっと長めに設定をされているという説明だったかというふうに思うんですが、具体的にその3年程度かければですね、支障なく工事が進められるというふうに、まあ、見込んでらっしゃるんだろうと思うんですが、やっぱり重要な業務の遂行ということを考えると、まあ、どんなふうに工夫をされてその工事をやっていくのかなというところがこうちょっと心配になったりもするんですが、その辺はどんなふうに進められる予定なんですか。女性課長。まあ、3年間ということで、考えておりまして、その、まあ、先ほどのカビ臭の問題もありまして、夏の期間というのは非常に、まあ、水質検査をする機会が非常に多くありますので、そういう時期をですね、その建築 の, その補強耐震補強工事になりますと
障が出たり、騒音が出たりということで、生息員さんにも、まあ、支障が出るということで、その期間は、その夏の生息検査を早くやらなければならない期間は、そういう工事をやめていただいて、まあ、冬場とかに、秋から冬にかけてやっていただくとかというふうな、まあ、工程を考えておりまして、まあ、それでもまあ一部昼間の時間を超えて、まあ、時差出勤みたいな格好でちょっと時間をずらしたりということで検査を、やりながら、まあ、対応していきたいというふうに考えております。まあ、それでできない場合は一部、まあ民間の検査機関に委託する場合も状況によっては考えられるかなというふうに思っています。ありがとうございました。すみません、はい、予算に直接関係ないことなんですけども、水道の工事のことなんですね、について若干なんですが、柏駅市内の業者もそれからその例えば長岡の業者もですね、一応に言ってで私の耳に入ってくるのは、その施工管理というんですか、そのが非常に柏駅厳しいと、ということで、まあ、いくつかの業者からそういう話があるんですけども、まあ、安全のためにそのきちんと検査をされているのは非常にいいことだとは思いますが、その業者の方でそういうふうな言い方をするっていうのは、よその人なんか違うことがあるのかどうか、そこら辺について、聞かせてもらいたいというか、実態がどうなのかというあたり、皆さんはそういう話は聞きませんか。ガス井戸局長、確かにまあ厳しいというお話は聞いたことはあります。ただし、まあ当然、まあ私ども補助金の工事をやっておりまして、その補助金の工事の必要なものをベースにしてまあやっているということで、中にはそのちょっとグレードの低いような工事にもまあある意味では同じ基準に近い形で、まあ簡略はもちろんしてるんですけども、そういう意味でまあちょっと厳しいとこう言われるところはあるのかもしれませんが、私どもはその一定の国保補助に対するその基準の中でやっているので、特別厳しいということではないとは思っているんですが、確かに輸送の事業体の中では業者の話ではですね、もうちょっとここ簡略しているよというところはあるんですけども、やはりまあ一つその手を抜くということになるとですね、まあ正しい工事ができないということになる恐れもあるので、まあ少しずつはちょっと削って、まあやりながらですね、実証しながら緩和しているところもありますが、やはり基本は今も補助工事の工事をやってますので、それをベースにしてまあやっていかざるを得ないというふうに考えているところになります。まあ個人でやってるようなその、業者さんではなくてね、きちんと法人組織を持っているようなところの話もそういう話があるんですよ。で、追加の質問ですけれども、今局長が話されたようなことは、その業界の人たちとその懇談会みたいな形でのですね、その意見交換みたいなことっていうのは常時というか、1年に何回かみたいな形でやっておられるものなんですか。そういう中で私の今質問させてもらっているような意見というのはあんまり出ていないものなんですか。2つ局長、今の要望についてはですね、ある、まあ、2年、各年ぐらいでしょうかね、出てきております。で、協議をしながら、まあ、ここはうまくいってますよねということで、うまくいってるところは、まあ、例えば、まあ、50メートルごとに測定取って写真撮りましょうということを、まあ、100メートルに伸ばしましょうとか、まあ、そういうことで活躍しているところもございますし、まあ、ここはやっぱり事故があったとか、まあ、その問題があったというところはさらにまた厳しく、まあ、2枚のところ3枚取りなさいとか、そういうことがありますけども、
実際まあそこでお話をしてやっぱりまあ必要だねということでですね、まあ、必要なものそれからまあ警備にできるものということで話し合いをして、協議しながら決めているところでございます。私が聞いたのはね、もう一つあってその業者まあ今水道のことでもって聞きましたけども、まあ、ガスも含めてガスなんかなおさら危ないわけですが、そういうその施工あれはその 業界の組合みたいなのがあるんでしょうか、協会みたいなのがあるんだろうと思いますが、そこら辺と その1年に1遍でもいいけども、そういうミーティングというか懇談会というかそういうようなことがやっておられるのかどうかという、その質問を先したつもりなんですが、はい、ガス水道局長特別決まって定期的にということはございませんが、うん、まあ、春とか、まあ、その秋に、まあそのまあ、要望があったときにはそういう懇談をやっております。でその組織としてはガスと水道の関係では観光事業協力組合というと、うん、柏崎に観光事業組合というところがありますので、まあそことの話の中で、まあ、業者から上がってきたところをそこでまとめていただいて、で私でもとも話をしてという何人か その業者の代表の方がいらっしゃって、まあ、話をしていますし、あと建設工事の関係で、まあ、経験作家が、まあ、主になってやっている建設業協同組合と その会議も年に1回はやってございます。まあ、それはその細かいことはやってませんけども、今観光事業協同組合とは、まあ、その細かいところを今打ち合わせをしているところがございます。それでは議員間討議に入ります。議員間討議を終わります。質疑を終結いたします。次に議第43号、平成26年度工業用水道事業会計予算を議題とします。説明を求めます。経営企画課長。それでは議第43号、平成26年度工業用水道事業会計予算について、説明を申し上げますので、またこちらの A4 の、資料に基づきまして7ページ、8ページをお開きいただきたいと思います。7ページの工業用水道事業会計の収益的収入および支出予算をご覧ください。収益的収入です。給水収益は88万4千円を見込みました。優秀水量は平成25年度の優秀水量と同じく1万4888立方メートルを予定しました。高い系補助金は319万1千円、その他は原子力立地給付金28万3千円です。次の網掛けをしてあるのが制度改正による影響で1661万3千円です。収入合計は2097万1千円。次に収益的支出について申し上げます。職員給与費は職員1ヶ月分の給料手当、共済負担金等60万6千円、その他の経費は浄水施設の修理で117万8千円、電気料91万8千円、水質検査などの委託料68万1千円、次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品費が10万8千円、原価焼却費2万4000円、その他は、賃金や微商品費など84万3000円です。次の紙掛けをしてあるのが、制度改正による影響で、する原価焼却費、1661万3000円になります。支出合計は2097万1000円です。最下段をご覧ください。当年度純利益は18万5千円となりました。8ページの資本的収入及び支出をご覧ください。平成26年度は資本的収入及び支出はございません。何卒よろしくご審議願います。はい、次に入ります。
間討議を終結します。終結します。次に第44号平成26年度、下水道事業会計予算を議題とします。説明を求めます。計画課長。それでは次第44号平成26年度下水道事業会計予算について説明を申し上げます。なお、各課の事業等の主なものは、私の説明後、各事業から説明を申し上げます。それでは、A4 のこちらの資料の9ページ、10ページをお開きください。9ページの下水道事業会計の収益的収入及び支出予算をご覧ください。収益的収入です。下水道使用料は15億1967万円を見込みました。優秀水量は前年度に比べ17万5000立方メートル減の952万3000立方メートルを見込みました。優秀水量が減少しているにもかかわらず使用量が増となっているのは料金改定時に設けていた経過措置が6月に終了するため増額を見込みました。雨水負担金3億4933万9000円は雨水処理経費にかかる一般会計が負担する負担金で、雨水ポンプ場維持管理委託料及び機器設備の修繕費などの営業費用並びに減価償却費及び支払い利息などの資本費用です。高い系補助金基準内繰り入れ金は分流式下水道等に要する経費などにかかる一般会計からの繰り入れ金で16億3896万3000円。高い系補助金基準外繰り入れ金は農業集約排水における利子支払い額にかかる一般会計からの繰り入れ金で1193万3000円です。営業外収益兼補助金は農業集約排水事業記載償還規則補助金4955万8000円、その他は原子力立地給付金など3136万4000円です。制度改正前の収入は36億82万7000円です。次の網掛けをしてあるのが制度改正による影響で20億7489万9000円です。収入合計は56億7572万6000円で、次に収益的支出について申し上げます。職員給与費は職員17人分の給料手当、共済負担金など1億4764万9000円です。その他は56億9269万9000円ですが、この内訳は制度改正前の費用としては修繕費2億35万1000円、電力料1億4980万3000円、委託料4億1027万6000円、薬品費2692万1000円、固定資産除却費7040万円、減価償却費15億6938万9000円、支払い利息及び企業債取扱い諸費8億516万3000円、その他はお礼引き抜き手数料など2億575万8000円です。制度改正前計が34億3806万1000円です。次の網掛けの制度改正による影響が22億5463万8000円で、内訳はフル減価償却費20億2091万5000円、特別損失2億3372万3000円です。支出の合計は58億4034万8000円となります。
最下欄をご覧ください。当年度純利益は制度改正の影響により純損失1億6527万5000円となりました。10ページの資本的収入及び支出をご覧ください。資本的収入です。企業債14億2607万8000円、受益者負担金及び分担金2838万円、工事負担金は他工事に伴っての移転補償などで5000万円、国庫補助金5億8555万円、他会計補助金一般会計繰入金は建設開業に対する一般会計からの補助金3億6082万5000円、出資金一般会計出資金は災害復旧に要した企業債元金に対する一般会計からの繰入れ金5億8892万5000円、固定資産売却代金2万円です。収入合計は30億3977万8000円になります。次に資本的下から4番目の事務費8895万4000円は建設改良工事に従事する職員9人分の職員人件費などです。建設改良費の合計は15億2767万7000円で、企業債償還金31億2341万8000円になります。支出合計は46億5109万5000円になります。中段の補填財源は資本的収入が資本的支出に対して16億1131万円不足しますので、減価償却費など損益、失礼しました、ただ数字を間違って、16億1131万7000円不足しますので、減価償却費など損益勘定留保資金で補填をするものです。何卒よろしくご審議願います。お客様サービス課長。お客様サービス課長。それでは平成26年度下水道事業に関わりますお客様サービス課所管の主な予算についてご説明させていただきます。予算書の690-691ページをお開きいただきたいと思います。一貫一項営業費用5目総掛かり費19節委託料4875万6000円のうち、1段目の料金業務委託料は、ガス事業会計等でもご説明させていただきました料金業務委託の公共下水道負担分3985万2000円を計上いたしました。次に1枚めくっていただきまして692-693ページをお開きください。一番上32節需要開発費165万5000円はガス水道上下水道フェア負担金のうち公共下水道負担分135万円のほか情報誌作成費用など30万5000円を計上いたしました。次に696-697ページをお開きいただきたいと思います。二貫一項営業費用3目総掛かり費19節委託料1047万9000円のうち1段目の料金業務委託料は先ほどご説明いたしましたが、料金業務委託料の農業集落排水負担分の956万5000円を計上いたしました。1枚めくっていただきまして698-699ページをお開きください。32節需要開発費36万8000円はガス水道上下水道フェアの負担金のうち農業集落排水負担分30万円のほか情報誌作成費用など6万8000円を計上いたしました。
簡単でございますが、以上でお客様サービス化に関する主な予算の説明を終了させていただきます。何卒よろしくご審議をお願いいたします。下水道課長。下水道課長。それでは、水道課所管の平成26年度下水道事業改正予算について主要な予算をご説明いたします。予算に関する説明書の702ページ、703ページをお開きください。一貫資本的支出一項建設改良費一目拡張費6013万7千円は新規公共バス取り出し工事や江田線拡張工事費を計上いたしました。二目改良費13億7550万円の主なものをご説明申し上げます。1. 自然環境浄化センター改築更新関連工事5億770万円は浄化センターの長寿命化計画等に基づいており、その内訳ですが、括弧1水処理1日系場内変流水管マンホール構成改築更新工事2億4170万円は老朽化している施設の2か年継続事業の最終年度の経費として計上いたしました。括弧に水処理日系設備改築更新工事2億3600万円は老朽化している施設の2か年継続事業の初年度の経費を計上いたしました。括弧3土壌濃縮装置脱臭設備新設工事3000万円は浄化センター周辺の周期対策として2か年継続事業の初年度の経費を計上いたしました。2. ポンプ場改築更新関連工事2000万円の内訳ですが、長寿命化計画により平成27年度から実施する柳橋中継ポンプ場の改築更新と耐震化工事のための設計委託費です。3. 疏水幹線江田線改良工事2億5270万円の主な内訳ですが、括弧1原町1号マンホールポンプ工事4000万円は平成8年度に整備を行いましたが、増加した汚水に対応するためにポンプを設置する経費です。括弧2中部第一処理分区マンホール改築工事1億220万円は環境の長期運用化計画に基づき老朽化したマンホールの蓋の取り替え460基を行う経費を計上しました。飛んで括弧6伊坂町柳橋汚水幹線ほか管構成工事1400万円は環境の長寿命化計画に基づき老朽化した環境の管構成94メーターを行う経費を計上しました。4. 汚水幹線江田線改良工事4億4260万円の主な内訳ですが、括弧1宇川右岸第二雨水ポンプ場2億2000万円は平成24年度から工事を進めてきた柳橋地内の市街地の浸水対策として最終年度の経費を計上いたしました。括弧2源田川左岸第二雨水調整池実施設計等業務委託用地取得及び物件保証1億2800万円は旭ヶ丘地内の浸水対策として実施設計と用地所得及び物件保証等の経費を計上いたしました。5. 処理場中継ポンプ機能強化対策工事農業集落排水事業1億3750万円の内訳ですが、各地上場地区機能強化対策事業処理場中継ポンプ更新工事1300万円は平成24年度より工事を進めてきた老朽化した施設の更新として最終年度の経費を計上したものです。括弧に北沢井地区機能強化対策事業処理場中継ポンプ更新工事1
1億1800万円は、老朽化している施設の2カ年継続事業の初年度の経費として計上いたしました。括弧3、上場東地区機能強化対策事業実施設計業務委託550万円は、施設が老朽化していることから平成27年度に予定している改築更新工事の施設設計費を実施設計費を計上したものです。括弧4、平井地区機能強化対策事業採択申請業務委託100万円は、施設の機能診断を行い施設の傷み具合の現状を把握し機能強化対策事業の計画概要書を作成し国に採択申請を行う経費を計上したものです。以上で下水道課の主な事業についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。それでは、質疑に入ります。最後の方 の、 機能強化対策工事についてちょっとお伺いしたいと思っていただますが、まあ、老朽化したことに対するものだというふうな説明ではあるんですが、まあ、機能強化という当初の機能を維持するためのものなのか、を更新をして、ね、維持するためのものなのか、それとも、言葉通りの、機能を強化して処理能力というか、今、中継ポンプの力ですか、ね、を上げようとする工事なのか、どういった性格の事業なんでしょう。下水道課長。下水道課長。機能強化という事業なんですが、これは配水設備の白河排水設備の施設を補助事業によって改築更新をやっていこうと、長寿命化、公共では長寿命化計画、支配では機能強化事業ということで位置づけられております。機能の低下状況等を把握して、施設の機能診断を行い、最適整備の構想を制定して、設備の施設の長寿命化及び来週再生コストの低減を図る。確か長寿命化の計画と同じ説明でございますが、総合的に、長寿命化を図っている。ライフサイクルコストを低減を図るということでございますので、その中には設備の更新、それともポンプの羽が傷んでいると羽を取り替える、その長い間に施設が古くなってですね、新しい設備ができた場合はこれに取り替える、いろいろな方法を駆使して事業を行ってまいります。はい、春川委員、工業用水道事業のですね、そうかごめんなさい、もう一回聞いか、加藤委員、じゃあちょっと聞かせてもらいたいんですけども、まあ下水の処理をすると、で最終的にはこういう、まあ、長さですけども、で食品の中で柿、
と食べるとその、まあ、当たると。で人間の腸の中でしか繁殖できないものがそこの中に溜まって、食べると当たると。で食品業界の方ではこれなかなか問題になってるんですけども、水洗事業が始まってずっと長くなんですけども、なかなかそれについてどこも取り上げてくれないし対応してくれないというので、その能力的にはどの程度までのそのウイルスレベルですけどね、して処理していただいて、で下に流していただいているのかということですが、もし下水道処理が完璧であればそういったことは人間の腸の中でしか繁殖できない細菌ですからありえないわけですけども、そういったことについてはまあここで聞くのがもっと他の部署で聞いた方がいいかもしれませんけれども、そこまでは預かり知らないと言われれば仕方ありませんけれども、私としては、まあ、ある意味、食品については非常に関心を持っておりますので、ぜひお答えができれば、他の、まあ、他の委員会で聞いた方がよければ、そちらの方で聞きますけれども、まあ、現場で担当して、下水処理に当たっているのはこちらだと思いますので、前から聞いてみたいと思いながらも聞かなかった疑問なんですけども、答弁できますか。浄化センター上長。浄化センター上長。はい、一応下水処理場の方でも放流の水質基準が決まっておりまして、でうちの方も、まあ、大腸菌で言いますと1立方センチあたり3000個以下という基準がありますけども、私どもの方ではやっぱり放流時に、ジアで消毒してまして、定期的に水質検査しておりますけども、今浄化センターの方の、放流水質で、大腸菌はゼロで、処理しております。すいません、大腸菌についてはそのように私も承知しておりますし何の心配もしておりませんただノロウイルスという分野では果たしてその消毒の能力が十分であって、であるがためにもし不十分だからこそそういった食物連鎖が起きているので、しかもそれが食中毒につながる、で食中毒した方が今度は感染症を引き起こすということであれば、やっぱり生命財産を守るのであれば少しここら辺で対策を打っていただきたいと。でないとずっと何十年経とうが何百年経とうがこのノロウイルスは絶滅できないというふうに、まあ焼却処分していただければいいんでしょうけどね、推薦である以上はやっぱり流すわけですから、まあ、もう一度。水道局長。水道局長。申し訳ございませんが、今日の点については、ちょっと下水道課の範疇で、分がありますので、申し訳ございませんが、また。分かりました。すいません。はい、じゃあ聞き方を変えますんで下水道事業でですね収益的支出のいわゆる職員給与なんですが17名で1億4700万ですね計上してございますが、さっきずっと終わったんですが、たまたま工業下水道のところはですね1ヶ月分ということで出ております。でその前もですね水道もそれからガスもですね下水道事業と同じ形状の仕方をしてあるんですが、若干戻りはしたんですけども、この一連性の流れですね、どうしてこうなっているかちょっと質問です。経過課長。経過課長。はい。まあ、いわゆる、食品給油費の言い方で、工業用水だけが違うのはなぜかというご質問かと思うんですが、まあ、事業規模も非常に少ないのでございます。それから、バルバル一人その張り付くほどの事業量がないということで、1ヶ月分を、全くその事件がないというのもちょっとおかしなものがありますので、まあ、1ヶ月分をいわゆる給料の1ヶ月分をそこに計上してあるそういう考え方です。あるかはいい。分かるんですが。あれですよね、この17そして17人で月に、例えば下水道については1億4700万円でそうではないでしょう。これは変化ですよね。下水道の17人下水道のこれ年間ですよね。ですけどさっきの話だといわゆるその工業用についてはそんなにないからということなんですが、だったら同じその年間計上でもいいんじゃないかということなんですけど、ね、
計画活用あの下水道等は、17名これはあの、すぐで、先ほどの1ヶ月分のじゃあ大元はどこだというご質問であれば、いわゆる水道会計の中で、見ておりまして、同じその、浄水課が管理をしてございますので、その管理をする水道会計の中で大元のところは人数としてカウントしてございます。で、あの公共用水道はあの1人までも当てることではないねということで、ただ実際職員は手間がかかっているという意味で、まあ、1人という表現をしないで、1ヶ月分だけ費用だけ分けをさせていただいているということですか。はるか委員、よろしいですか。これ、工業用水道事業会計はもう終わってますので、よろしいですか。はい、矢部委員。はい、失礼しないと。はい、あのページで言うと703なんですが、まああのあ、あの、なんですか、あの、旭ヶ丘の淡水防除というか、ね、の件ですが、まあ、毎度水上がり上昇地帯だったわけですが、ようやくまあ手つくのかなというふうに、期待していますが、スピードはどういうふうに考えておりますか。あのここ当年度は、設計委託と用地と物件保証というふうに載って1億2800万載っていますが、工事の方はどのぐらいのスピードでいるのか。水道課長。予定ということなんですが、24年度に、予備設計を行いました。それで25年度は基本設計、地質調査を行いました。26年度については詳細設計、それと用地測量、用地買収を行います。工事の方は、27、28の2カ年で、行う予定でございます。はい、で、その基本設計がまあ完了しているということですが、実際にはポンプアップなんですか、あそこ。下水道課長。下水道課長。半田署の下の水上がり対策については、当初はポンプアップで、考えておりました。しかし、あの14河川、下流の放流先である14河川の源田側が、下流の区域はほぼ未改修であるため、ポンプによって強制的に排水を行うと源田川に多大な負荷をかけるということになりました。そこら辺の調査を予備設計なり基本設計で やらせていただきました。その結果ですね、源田川に負荷をかけてはいけないということで、ポンプによる強制排水でなく雨水を貯留する、調整池ということで、方針を決定いたしました。調整池、の規模の算定についてはですね、下水道の水事業計画の5年確率、を用いて、おり、その必要な貯留量は5500リューベルというふうに、なりました。また調整池の設置地の候補地なんですが、3候補を選定して、行動を比較、経済比較をやりまして、決定しております。ちょっと確認、今の5500立方というのはどういう単位ですか。あ、そういう分かったっけ。リューベル、リポだから。下水道課長。下水道課長。貯留容量は5500リューベです。あ、リューベでしょ。あ、リューベ、俺間違ったか。はい。やべい。それでこの議論の中では、そのいわゆるその水路変更というか河川変更をやるみたいな話が私の頭の中に残ってるんですが、
それ検討の結果、結局その調整液ということに、で 水そのものは調整液に溜めて現段階に戻すという、そういう考え方です。横山川だったら、なんか河川を変えるというような話が以前聞いたような気がするんですが、間違いであればあれですが、まあ、つまりどういうふうな、その水の中ではどういうふうに考えるのかと。下水道課長、当初から現代側に流す計画でございます。ポンプ、貯留して、それを少しずつ、雨が収まったら、現代側に流すという計画でございます。じゃあ、もう次でもいいし、さっきご答弁あったかは分かりませんが、調整で1箇所作るわけ、それとも どういうふうな形になるんですか。ついでに大きさが分かったら深さよりもその縦かける横でいいんだけど、大まかどのぐらいの面積。下水道課長、大きさですけれども、3900平米です。場所なんですが、南半田団地から旭ヶ丘の間にある、今資材置き場になっているところでございます。わかりました。第58号、公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします、本会議におきまして副市長が議案の説明をしておりますが、副市長の説明に補足する説明がありましたらお願いをしたいと思いますが、計画課長、特に補足することはございません。それでは次に入ります。それでは銀管討議に入ります。銀管討議を受決いたします。質疑を終結します。これで、ガス水道局関係の議案の審査はすべて終了をいたしました。ガス水道局の皆